あ、11代目天狗ね、ダブル天狗2回目の朝ピンさんで、お届けいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、この決勝戦ね、さ、ちょっと厳しいね、本当に最大激戦区勝ち抜いてきた4人ですからね、まあ相当なレベルだと思いますが、はい、なんと村上さんが、ね、うん、この決勝に残ってきましたね、はい、さすが、あの初代アマチュア最強位ね、出して2回目の優勝になるか、それとも新チャンピオンが誕生するのか、これ大阪最強は一応初代ということになりますんでね、はい、はい、果たして誰が初代最強の座につくのかね、いよいよ注目の決勝戦がスタートします、対局の方よろしくお願いいたします。この紹介してほしそうな感じ、あ、紹介、あ、すみません、紹介してるんですか、すみません、さっき、はい、映ってた方が貝原さん、ね、うん、あ、はい、先ほど映ったのは貝原さんですね、今のが小南さん、はい、今のは小南さん、あ、マスクの方ですね、はい、はい、そしてこちらが原田さん、これは原田さん、はい、そしてラスオヤが村上さん、なんか村上さん以外皆さんお若い感じですね、そうですね、はい、そうですねって言っちゃう村上さんに怒られるかもしれない。さあ、貝原さんが第一代、いいぞ。そしてこちら小南さん、ピンズが熱い、うん、昭和対平成、うん、平成までいかないかもしれない。平成まではちょっとでもね、新世代と旧世代って感じがしますよねさあ、ドラが嘘。さあ、小南さん、ピンズの本質に酔いそうですね。ね、原田さんも白統一、そして、村上さん、マンズの並びがいい、ゴロチの3しかも見えるか、うん、さあ、キューピンポンからいきました、仕掛けましたね、はい、ニャンフンチートイツの目もあったんですが、積極的に仕掛けていきました、うん、まだピンズの枚数も多いですけど、全然形決まってないですからね、うんうんうん、どんどん仕掛けていって守備力を残しながら、自敗どれか重なればね、はい、それでよしと、はい、パーピンポン。さあ、このパーピンがポン。でもこれだけ仕掛けられるとちょっと自敗が打ちにくくなりますね、うん、そうですね、もう手の内はまだまだなんですが、あれは同卓してると結構やりづらいと思います。やりづらいですね。さあ、チーピンくっついてちょっとカンチャン系が多いのが貝原さん、はい、まあ、こういう時あの、うん、仕掛けられてる側で自分がやる気ある手の時っていうのはもう本当に自敗からバンバン切っていった方が逆にね、あんまり止めとくと重ねられちゃうからね、切り遅れたり重ねられる前にもう全部先に切り飛ばしちゃって、うん、まあ、そこでもう一個ぐらい中へたらちょっと考える、はい、さあ、仕掛けていきましたよ。さあ、これはテンパイだ、はい、原田さん、スチーピンテンパイ、チーピンテンパイ、さあ、スーピンがすぐに来た中身さん、先ほど、うん、まあ、ちょっとこれは抑えるか、さすがにね、うん、そうですね、ちょっと2人に通風を入れられちゃってるんで、そうなるとちょっと手番のところからは行きづらいですよね、はい、さあ、トンが重なった、さあ、いいシャンテン、ここはテンパイ、スチーピン、うん、ピンズ待ちになっちゃったんでちょっと時間かかるかもしれないですね、うん、これ。あ、もう村上さん引きですね、はい、そうですね、まあ、あの1人だったら行ってたかもしれないですけど、うん、2人になったんでやめましたね。お、いいローピンしました。トンはまだここに1枚、うん、あ、じゃあまだ山にいるな、トン、はい、お、あ、ウーピン、これはウーピンか、だからちょっとトイトイの目があるんで、うん、E ピン切りますかね、うん、E ピンの方来て打点見ましたね、うん、さあ、今ワイプで抜かれてるのが親番の貝原さんですね、はい、ちなみに原田さんの仕掛けは2000点かな、そうですね、白、ね、ドライブ1点ですね、はい、うん、村上さん、トンが打てない、打てないですね、もうこれは本当、あ、さあ、仕掛けていったぞ、貝原さん。さあ、貝原さん、これは面白い、パワー1の地、タイヤを出かわしていこう、うん、そうですね、パーピンはカンせず、カンしなかったね、はい、パーピンカンせず、ちゃんカン嫌がったの、そんなことない、うん、まあ、十分打点もあるんで、うんうん、っていうことですかね、他の人の打点を上げることもないかなってことですかね、はい、あとは、ちゃんカンもやっぱりジャパンも嫌だったと思う、うん、はい、さあ、パーソーポンで、これでイーシャンテンだ、貝原さんも、うん、親も来て、うん、ただ天敗してるのはね、今の段階で原田さんだけなんだけど、はい、まあ、村上さんから見たら3人天敗ぐらいに見えるよね、うん、そうですね、誰が張っててもおかしくないんで気持ち悪いです、うん、これは、
ああこれは打ちにくいかな、かなり打ちづらい。ただまあ、うん、こっから想像打つわけにもいかないですからね。もうローピン行きましたね、行きましたね、はい、さ行きましたローピン。カエルさん今ね、今通ったローピン待ちになりました、うん、うわ嘘、これも行きづらい、うん、まだ あこのローピン今通ったローピンが、おおカエルさん、これじゃこの積極的な仕掛けが功を奏したね、うん、はい、ね、パワーワンチーはアクロバットでしたけどね、はい、実りましたね。ああこれでまず先行2900あじゃなくて1500か、1500だね、うん、時間制限ありますけど80分なんで結構最後までいけることが多いと思います、うんうん、これ今の一曲見てたけど皆さんのこの判断力と速さ見てるとね、うん、よほどね連チャンが続かない限りは打ち終わりそうですね、はい、うん、でも皆さん積極的ですね最初、うん、あとパイサビキもいいよね、はい、みんなね。さあカエラさんハイパイどうですか。まずまずですか ですね、でこちらが小南さん、うんうん、はい、ドラがシャー、シャー、うん、シャーここに1枚シャーとガストナウトチートイエスが現状3ポイント、ね、春田さんはこちら、あっちゅん重ねたね、うん、村上さんが村上さんかわして7早さ、うん、親の貝原さんが統一っぽくなってきてるかな。貝原、うん、さんが1打目にもうシャーから行ってますね、ってますからね、はい、村上さん、そして次は貝原さんですね、ちょっと統一が4組、うん、まあ、親で自分の手がタンヤオケで見てるんでしょう、うん、さあ原田さん、原田さん目いっぱいに受けてます、うん、おさあいいローピン入れたね、はいはい、これで小南さんもタンヤオケの手になりました、うん、先にシャーから行きましたね、おお、サンドアンコにした、なんかそのローはあんこだ、形良くなってきましたよ、うん、なんか あんこをミンツ作って、あこれでメンツテか、はい、ジャンシャンテン、おっ、うわほんま有効配ばっかりしてます、ね、イーシャンテン、これぶつかりそうだね、うん、おチーソーからいった、ウーワンではなくチーソーからいきましたね、いきましたね、南さんはカンちゃんが両面に、うん、光景になったね、ちょっと原田さんが遅れてるかな、ここはどうだ、あ、うーん、E1 縦を残しました、うん、E1 入り、貝原さん若そうですね、え貝原さん若そうだな、いやいやいや、そうあの他のねお二人、あの村上さんのお二人もね、はい、ただパイさばき見てると結構打ち慣れ感はありますね、かなりキャリアはありそうでね、はい、毎日麻雀打ってる方だと思いますよ、うん、これはいらないか、そうですね、まあピン風を確定させるっていう手もありますが、うん、タンヤオの方に、うん、さあテンポ入った七番パーソー、うん、ね、小南さんの、はい、先制リーチですね、パーソーが引っ掛けのパーソーは1枚切れ、うん、山にはないですね、山にはない、疲れちゃってるの、はい、そうですね、パソはないですね、うん、スッチーワンはスッチーワンはチーワン、ここにチーワンが、うん、チーワンがいっぱいあるじゃないですか、三枚山、あ、場には出てないもんね、はい、チーワン三枚山だ、で、スーワンがここにある、ね、スーワンはないんだね、だからね、スーワンパソはないからチーワンの三枚、お、三個系になってきた、村上さんが行きそうだね、これは、うん、そうですね、ウーワンも来てますからね、うん、あ、じゃあ来てない、ごめんなさい、来てませんでした、いやでもまあテンパしたら行くだろうね、はい、そうですね、お、ウーワンが重なった、さあこれはウーソーが現物ですね、あ、スーワンコだ、スーワンコになんとウーピン通ってないウーソー1枚切れで、ウーワン1枚切れスーワンコに来ましたね、狙ってますね、さすがも最強、迷いがなかった、迷いがなかったですね、全く中もいるもんね、山にね、まだね、うん、ウーマンウーソーはどうなんだ、まあ、ウーソー現物でもしかしたら他の人が打ってくれるかもしれないですからね、うん、それでポンっていうのもできますし、あ、ウーマンウーソーも生きてるね、ウーマンは生きてないんじゃないですか、ウーマン生きてないのか、はい、ウーマンは、あ、ウーソー引きました、あった、うおー、チューいるぞ、チューいるぞ、チュー1枚山にいます、ウーマンはないのね、はい、ウーマンはない、チューがいる、1枚使われてるので、旬が1枚、どの1枚切れてます、
で貝原さん、ん違うな、ウーアンが1枚木田で出てて、あ、今度1枚いったね、C1 がここに来た、チュン対チームすごいな。さあ、キレドハイがないのかな、パワーが通ってるか、うん、違う、通ってない、キレドハイがない、筋のリャンピン、うん、引きましたね、あー、チュンだ、すごいな、村上さん、リーチ、トイトイさん、コーチュン、ハネマン、裏ドラはなし、12,000点、いやー、これはすごいな、手順が、いや、現物の嘘を切るってのもあったんですけどね、攻めましたね、取ってないピンズ切り出していきましたね、いや、なかなかできないですよ、あれはもうウーワンも嘘も両方止めちまいといいですからね僕には踏めない手順って書いてありますけどすごい ね、 ね、ただね、この決勝戦に残ってきたメンバーだからこんなもんじゃ終わらないと思いますからね、ここからがですね、お、形がすごい良かった、さあ、こちらカヤさんチューン重ねました、ドラがチューンだね、今ドラのチューン重ねましたね、さあ、小南さんもいい感じだね、いいシャンテンですね、うん、原田さんのこのチューンがどこで出るか、村上さんこの手だとしばらく出そうにないな、はい、手の形がいいのが原田さんなんで、あ、小南さんこれで楽天杯ですね、スッチッソリーチ、おやり、おやり、さあ、このマスクの方ですね、これは小南さんですね、はい、今映ってます、スーチソー相当いいですよ、これ六山、あ、六山二十メリージだもんね、あ、トンアンコになったが、ドラのチューンが二十メリージの六山ってどんだけ積もれるんですかどのくらいですか、パーセンテージ、どのくらいですか、パーセンテージ、いや、多分入局まで行けば7割以上積もれると思うんですけど、あ、さあ、今チーソー掴んでトンのアンコとしか、あ、でもスーソーも来た、ね、一気に、うん、一気に確率下がりましたね、中見さん論敗掴んでもうトンのあんこ年です、うん、さあ、とはいえまだ4枚いる、ね、4枚いるからね、さあ、みんなこの親リーチは受けてます、だからカエルさんドラのチューン統一だからね、ちょっと行きたいですね、行きたいんだけどね、うん、チーピン行きたいね、行きたいですが、うん、ローソ ー、 ソー、うん、中筋ですね、うん、あ、詰まりました、さあ、リーズもピンフ、ドラはどうだ、1枚、あ、これ大きい、26ホール、はい、さっきの失点がかなり軽くなりましたね、ですね、はい、さあ、レンちゃんですリーチって上がりにくくない、そんなことはないです、それは錯覚ですね、長くかかるからそう感じるんですかね、うん、まあ本当になんかちゃんと人の手配とか読める人だったらもしかしたらちょっと情報出た後のリーチの方が精度高いかもしれないですけど、うんうんうん、そういうことを考えなきゃやっぱ早い方が上がれますからね、基本的には、うん、さあ、ベンちゃんが、小南さん、お、またマンゾシとメンツが見えました、ドラが3層、ね、ドラもある、ドラ含みターツもある、まあまあ、そしてこちらが原田さん、原田さんはソーズ2メンツだ、ソーズ2メンツ、そして村上さんはカラチーゾ、あ、すごい、トントイツ、ピンズマンズ1メンツ早いですね、うん、これはもう1枚目から仕掛けていくかな、この親落としで、さあ、原田さん単品系のあれパワー自敗じゃないの、あ、自敗いった、はい、中見さん点数確認名札が邪魔で、さあ、原田さん、これ単品系ですね、自敗落としていきます、うん、ドラが三増でここに1枚、あ、ここもドラメンツができてる、ドラ入りメンツ、あ、トンはすごくあっさりスルーしましたね、なかなかとですね、村上さん、場合によってはこれ、はい、トン統一落としで単品まで行くかもしれないね、ここまでの打ち方見てると、うん、もうね、上着から出たトンですけど、うん、全く全く止まらなかったですね、さあ、ドラにくっついた、これで今出てくるポンだろうけど、マンジュンにくっつけばもうトン統一落としだもんね、はい、うん、うん、お、
さあ、貝原さんが仕掛けた。仕掛けました。マダリアンシャンテン。貝原さん、2枚目の白だったんだよね、これね。はい、ちょっと形苦しいですけど ね、うん、ね。あ、もうこれ、トンポンに備えましたね。はい、スピードを合わせ て、 っていうこと、ね、うん、仕掛けられたしね。これが原田さん、うん、うん、一応、まあ、転廃率を高くするならパーピン切りか、うん、今いいわね、はい、リーチだ、はい、ビャンピントン、トンは1枚、はい、カウス入れたけど、うん、ビャンピンも結構ありますね。ごめんなさい、トンを掴んだ一発で、うわ、ビャンピンが残り3枚、3枚でもトーンが出ちゃいそうじゃないですか、これ。そうね、あ、またイーシャンテンカールさん、これだもんね、この形だもんね、はい、1個入ってくればね、うん、もう出てるわけですから、トーンがね。さあ、カエラさんち、このチーピン、あ、仕掛けた、あ、出れますね、これはもう。まず E1、まず E1 から。これ原田さんが追いつくとリーチかかりそうなんですが、スーピンは現物、まずスーピンから、あ、ウッピンツモ、さあ裏ドラ乗るかどうだ、乗らず、乗らず、でも1000-2000ですね、はい、はい、うん、小宮さん助かりました ね、 ね、はい、トンウチと5-2だからね、そうですね、5-2宝珠と1000-2000積もられたんで、うん、危なかったですね、うん、さあ、しかし村上さんが会長にね、はい、加点しています。もう4万点ですね、うん、でやっぱラストエアスタートってのはある種村上さんにちょっと精神的に余裕がね、あるかもしれない、うん、そうですね、早く親番が終わってしまうとちょっと展望がない時だと辛いですからね。あとね、ラストエアだとね、2人だけの勝負になることもあるんでね。ああ、そうですね、うん、点数持ってれば1局で終わりますからね、うん、さあどうでしょう、これは今トン3局ですね、うん、親が原田さん、さあ親の原田さん、この手、あ、ドラの白が、ドラの白を持ってきていったんじゃんぞ、こちら村上さん、うん、貝原さんは初が統一で、それ以外はちょっと、うん、お、白重ねた小南さん、さあこれは今小南さんね、ラス目なんでね、これはちょっと上がりたいね、この曲はね、赤丸はもう他に持ってないからね、アンコになる可能性もあります。あ、ここにあるんだ、すみません、ここに1枚ありました、あ、親の原田さん、ああ、村上さん持ってきた、うん、村上さんはよっぽどのだけ出さないと思うんで、ただ原田さんが親番なんでね、うん、積極的に行くと、あ、トンも重ねた、おお、なんと1枚ゲームトン重ねましたね、うん、原田さんも進んできましたね、うん、村上さんでもどうなんでしょうね、3万ぐらい出て普通にテンパると吐く切ろうとしてるのかな、テンパったら出るんじゃない、お、いいシャンテンだ、パーツ選択、カンスーワンとカンリャンピ、トントンとトンが2枚切れですね。ああ、でもまあ白、そうね、白ジャン刀で、まあ、そう簡単に出ないっていう前提で ね、 そうですね、まあ、ただこれでもあのウーワン、サンワンとか縦引いたり、うん、まあ、あの縦引きでポンと得る形ですぐ変わるんで、うん、こっちの方がいいんじゃないですかね、うん、柔軟で、お、テンパイ、さあリーチか、リーチだ、カンリャンピ、はい、ビーチドアドア、カンリャンピン、さあリャンピンはの役満に3枚、いいですね、おー、3枚、なんかなんかリーチの街がよく残ってますね、山に、そうだねさあカエラさんは流派取り落とし、おー、一発も、さあ裏一までハネマンだ、どうだ、裏はなし、2004戦、ただね、今ラスメのカエラさんこれ上がってきたんでね、うん、また面白くなりそうですよ、これ次トン4曲、村上さんの親番、サピンみたいなリーチってどういうことや、まあ僕も余裕でリーチしますでしょ、でしょ余裕でリーチしますけど、さあ今これが上がった、
小南さん、親が村上さんですね、はい、さあ2度目のね、アマチュア最強に向けて、うん、手はいいです ね、はい、さあこちらが、おカエラさんもいいですよ、いいですね、あシャアが重なるとちょっとなんか安くなっちゃう感じがします、うん、でも一応いいシャンって、はい、ね、ゴロチの、あれがシャアはここにも統一、うん、ここも、ここもでも2面使う完成だ、おチュンポンした原田さん、これは薬薬本一ですかね、そういうことですね、チュンペイを仕掛けて、さあここはもういいシャンテンだ、さあどうする、3万、シャアを切るか、シャアを切るか、ちょっと 今何切った、シャア切りました、シャア取り取るしね、そっちの方が柔らかいですね、いろんな変化がありますからね、こうやって小南さん2枚打たれたシャアをどうしますかね、シャアチャなの、シャアチャの、あシャアチャか、まあ、形的にはまだちょっと残党が不確定なんですけれども、あでもシャア泣かなかったですね、泣かないですね、さあ想像の本一に向かっていくのが、原田さん、はい、はい、さてこうなるとさらに単位で9番か3万、うん、シャンテンはキープしますね、シャンテンって言うと怒られるな、いいシャンテン、いいシャンテン怒られるの、怒られるんです、誰に怒られるの秘密です、秘密なの、怒りそうな人に怒られます、あそうなんだ、大変なんだね、天皇にもなるとねいやいやいや、ただまあ麻雀用語はちゃんと言った方がいいかもしれないけど ね、はい、ただやっぱほらバッタとかね、そういうのはやっぱ言わない方がいいみたいだからね、やりますね、さあペイも仕掛けたね、ここで薬薬本一、うん、はい、薬薬本一にマシュガーですね、あ、リャンピ入れた、はい、いいシャンテン、さあこちらもいいシャンテンなんでね、いや、チーピンだからテンパイ、あ、テンパイか、チーピンか、あ、テンパイ崩す、崩して、リャンマン切り、うん、ドラの、うん、そうですね、リャンピン、三ピン引きを見てんだろうね、はい、まあ、あと、一応下茶警戒も入ってますから、うん、あ、そうかそうか、それもありますね、はい、ヤクヤクポンですから ね、さあいいシャンテンになったかこれ、うん、3万を払って、うん、こちら総ずりアン関係、はい、村上さんがちょっとずついい形になってきました、うん、さあこれで完了ピリーチ、これでリーチ、あれ小南さんさっきも完了ピリーチ、さっきも完了ピリーチね2連続リャンピンはどう、リャンピンこちらに1、あーと村上さんイースピンで追いついた、あリーチ、闇じゃなくリーチ、ね、はい、まあ、まだ守る点差じゃないってことですよ ね、うん、さあリャンピンは残り1、あ一発だ、あこれはこれ親マンだね今のとこね、はい、あ裏ドラ1ピン、裏さん、あーリーチ一発ピンフドライオン、あこれはちょっとインパチ、はい、これはこのリーチ判断もいいね、うん、小南さんいた、いや小南さん厳しいな今の、このインパチ大きいな、はい、いや村上さんちょっと優勝に向けて一気に、はい、すごくアグレッシブだしね、若々しいよねもうね、うん、頭抜けた感じになりますね、うん、この4人だから一番若いマージョってるかもしれないさあ残りは今一番近いので貝原さんの2800ですね、うん、ただまだトンバだからね、はいはい、残り時間も50分以上あります、うん、ありますからね、だからもう次にこの親は蹴りましょう、ね、そうです ね、まあ協力してっていうのはなかなか難しいですけど、うん、ね、はい、全員が向かっていけるぐらいの方がいいですね、例えば村上さん一人を標的にして、そうです、そういうことですね、やっぱりこれはあのトップしか意味がないね、決勝戦ですからね、はい、2着目指してもしょうがないのでね、2位じゃダメなんです、うん、はいすいませんでした手本位がなんか言ってるさあこちら原、まだトンバですね、この生を打たかず、おチートイツか、チートイツイーシャンテン、ドラドラだからね、
村上さんはチャンタですかね、うん、まあまあこの点差になっても小山は一応加点しておくに越したことはない、そう越したことないです、はい、変に守っても結局500株で点数取られちゃうんで、そういうことなんです、はい、むしろね上がり続け上がり倒して戦意喪失させるぐらいがね、はい、とりあえずリーチって言われて危険配持ってくるまでは押した方がいいです ね、うん、ですね、そんな感じですよね、守んない方がいいと思いますね。さあカンパッピー入れた小南さん、うん、ドラドラチーデスのイーシャンテンどう、ああ賛否かぶった、村上さん一面つ完成、完了は入れましたね、一応イーシャンテン、はい、ドラガナン、まあ、ドラタンキーに持っていくんであれば9番ですが、うん、いつドアドアを見ますか、見たみたいですね、まあ、あとはなんちゃですから ね、 ねでにナノン仕掛けられるっていう意味でも重ねたいと、うん、さあ村上さんはまだこの形、村上さんイーワンつもぎったってことはやっぱりいいワンつもった、ハクはでも場に一枚切れだな、安全牌ってわけではないんだな、まあでも安全牌の意識で残してるんじゃないですかね、残したんだろうな、はい、さあ皆さんつもぎりが続いてます、ここはどうだ、このつもぎり、うん、ここでハクいきます、ハク切りましたね、原田さんチートイドアドアのイーシャンテン、ね、イーシャンテンです、ずっと、はい、小南さんは1通のイーシャンテンですが、ここに三蔵が固まってる、うん、あ、これでチート2個で、お、ローワン来た、もう3色見つつだね、もうウッパーワンの受け入れを拒否しましたね、はい、まあ、ウッパーワンは結構薄いのかな、うん、3万遠いそうな川になってますからね、ね、あの川でペン3万はなかなか犯罪です、すごいよね、打点がないのがちょっとあれですけど、あ、ここでドラタンキリーチ、これは狙い通りなんだよね、狙い通りですね、ドラはまだ1枚生きてる、山に1枚生きてるじゃないですか、うん、そうですね、原田さんのこちらに2つ、あとは山ですかね、うん、いや、むさいピン、さあここで積もるとちょっとまた空気が変わってきます、そうですね、村上さん親かぶりですね、はい、一撃で1万8000点縮まりますからね、小南さんが天杯入ってて一気通過、そう一気通過ならずなんだけどね、うん、あでもペン三蔵で天杯った、ショートンキードラドラチート、ただ3万が打てるか、3万は片方の現物いきました、シャートンキー、さあシャーはどうだ、さあシャーはいいんじゃないですか、三権リーチです、囲まれた村上さんシャー掴みました、掴んだ、あ、掴んでないのか、掴んでない、ごめんなさい、仕掛けて、チーして一発を消して E ピン、うん、一番安全な E ピン切りましたね、うんうん、2人の一発を消して、さあ、村上さん、チーソーはこれで切れる、もう村上さん、あと切れる入るかな、村上さん、あ、つもりました、さあ、村上さん、おーっと、リーズも親かぶりになったら、リーズもドラドラ、2004戦いや、リーズモチ、あ、リーズモドアドア、ね、2004戦、うん、チートじゃなかった、リーズモドアドア2着目の貝原さんが加点しましたね、うん、さあ、これが今、満貫上がりました貝原さんですね、これ親番向かいます、はい、何番に入って、さあ、残りの点差が2万6000ぐらいありますか、そのぐらいですかね、そうですね、うん、2万2万点ぐらいじゃないですか、2万2000点ぐらいですね、あ、そしたらね、もう入ってきましたね、はい、試合ね、はい、あとはこの親番、そう、この親番大事、うん、まあ、もうこうなると村上さんも全力で流しに行きますからね、そういうことですね、はい、あと他の2人も別にまだ自分の親があるんで、うんうんうん、そんなにゆっくり親はやらせてもらえないと、うん、まあ、みんなが思われて狙い出すのは親番落ちてからだからね、はい、こちら親の貝原さん、あ、ペン3ピン引いた、ちょっと1通見たいですか、あ、見ないです、形を優先、うん、こちらドラドラ、お、小南さんも面白い手です ね、うん、ね、ドラドラですね、ドラドラで縦に寄っている、うん、さあ村上さん、うん、村上さんはマンズ、お、マンズに行くんだ、1ピンから行きましたよ、マンズに行くんですよ、だからこれ単用にも行かないで、あ、面白いね、これチートスのイーシャンテンでもあるのかな、小南さんね、はい、ただちょっとあの大物手のあれを残してますね、うん、そうですね、スワンコやっぱり欲しいですよね、今パーソーが打たれましたか、うん、
あれ今リーチですよ。カナさん缶スーピンを入れてペイとチーソの、はい、即リーチいきましたね。これは村上さん行きにくいね。親リーチね、当面のね。ペイはペイは場に切れてない。あ、村上さん持ってる、うん、はい、ゲームス、まずはゲームス。おっ、一発もさあ裏一枚で満貫だ。どうだ、裏はなし、2000オール、うん、いや最速の手順でしたね、これ、うん、詰めてきたね、うん、一気に来ましたね。これで1万4000ぐらい、もう大山ツモで変わっちゃう天才になってきたね、はい、いやこれは村上さんもちょっと焦りが出てきますか、うん、今8000点縮まったので、はい、もう3000点差ぐらい、いやさっきが2万2000点差あったんで、はい、あ、そんなことない、あれ展望がずれてる、1万4000差ぐらい展望ずれてる、え、あれ、なんか、まあ、とりあえず表示を待ちましょう。表示間違えてんだこれ。いや、さっき2万2000じゃなかったんだね、点差が。あの、多分点を貸してるんですね。はい、今、そうですね、小南さんから。1万点貸して1万3000点差ってことですかね。そうですね、村上さんは小南さんに1万点貸してる。ああ、なるほど。そうかそうか。箱の状態になっちゃったんだね。村上さん、そんなに軽い手ではない。相場田さんが、うん、バカゼロなんと、これ中安高小南さん、はい、ドラが9番、9番ですね、まあ、目立っていい人はいないですが、うん、あ、村上さんがドラ統一になりました。三統一、うん、まあ、貝原さん何が仕掛けられれば軽そう、うん、ポンポンってしていける手ですね。そうですね、何はまだ誰の手にもない。おっとドラ統一、おお、ウピン、うん、もうチュンとハクの重なり考えてるね。動きづらい手なんで、うん、チュンとハク重ねたいってことでしょうね、うん、さあ、顔面に変わった。恐ろしいな。お、ローマン、うん、まあこれも有効牌ですが、お、顔面を固定してまだチュンと白の重ねを見る、うん、見るね。さあ、ここの小南さん、さあ原田さんが白を重ねました。4統一、うん、さあこの辺りで、おーっと、イーワンも積もった。おお、うん、イーワンで切れてんの、バーディー。イーワンはションパイですね、パーピンが1枚切れてるんですけど、片割れの。そうしたらちょっとイーワンのアンクになる可能性も見たいんだけどね、うん、まあでもやっぱり役配を相当重ねたいんでしょうね。そういうことだね。あ、カンチーピー入れましたよ。はい、さあここはチーソー切り、うん、パーソーがちょっと薄いのか、パーソー1枚と。小南さんもいいシャンテン、はい、小南さんの形がかなり良くなってきましたよ。原田さんもチートイツのいいシャンテンになりました。あ、ここも チートイツだね、いいシャンテン。小南さんもいいシャンテン。あ、テンパイだ。さあどうする、ヤーマン短期でいいシですか。ウーバー切ってますね、うん、はい、今しかも今出たばっかりのリャンは。そうですね、まあ、ちょっと馬協は良くないんで、うん、追っかけられると非常に弱いですけども、うん、出上がりないのリャンマン短期。カヤさんはスーピンと打つ落とし。あ、ここにリャンマンがあるのか、うん、さあどうする、小南さん点差も厳しい、苦しいな。C1 もドラが Q1 だけにペン C1 とか否定できないんで、うんね、ちょっと打ちづらいんですよね、これ。今リャーマン、あ、でも C1 いった、今なんかリャーマンに手かかりそうになったけどね。さあ村上さんはいいシャンテン、うん、今村上さんとカヤさんってやっぱり1万4000点近くですね、はい、村上さんとカヤさんの点差。と貝原さんはリーチ、あ、リャーマン入れてサブロソリーチだ。これはドラさんリーチ、このリャンワンはこのリャンワンめきゃ強いね、強すぎますね、これリャンワンなくなりましたね、うん、しかも、ね、ドラさんでしょ、しかも、はい、いやー、これは決め手になるか。サブロソどうだ、サブロソは場には切れてない。今小南さんの手に2枚、2枚、うん、残り3枚ぐらいありそうな。こちらにも2枚、4枚か、3枚か、3枚だ、そうですね、さあ河原さん
貝原さん苦しい。でもロース当たりだもんね、はい、はい、チーピン抜いた、チーピン抜いた。もうまあ気持ちの上では原田さん、テンソンマンを入れまして、はあ、一応ウーパースのテンパイ取れますが、ローピンが打てるか。そうですね、結構厳しいですね。やっぱチュン取り取るしですね、まあ、ローピンも厳しいし、自分もチュン切って打点下げちゃいましたからね、もうこの手ではいけないと思っていると思いますね。ん、切る牌がスーピンが4枚切れてるんだよね、うん、スーピンが4枚切れ、スーピンが4枚切れてますが、パーピン、うん、箱にサブロソがいったね、あと2枚。うん、これでも上がればね、うん、本当に今もう一回復活、あれこれ小南さんがもう一回復活しましたが、うん、サブローソー打てないからチーソー、はい、ローソーローピン、貝原さんパーピンもしかしたらまああのあれかもしれないですね、原田さんになら打ってもいいっていう感じで切ったかもしれないですね。3ピンはもしかすると村上さんにペン3ピンとかで誘う可能性ある。なるほどね、だから今これ村上さん上がれるぐらいならってことですよね、はいはい、村上さんにパーピンはほぼ当たらないんで、うん、積極的に打ちに行ってるわけではないでしょうけど、うんうん、さあ3ピンを引いて、お3ピン行きましたね、うん、3ピン行きました、あれあーどうぞ、うん、リーチドラさん、ドラさん8000、はい、突き放しましたねまたね強い、しかもこれでね、今追っているカエラさんの親を落としましたからね、うん、さああとはだから、次親番迎える小南さん、そして原田さんが頑張らないと、カエラさんが22,000点差ぐらいですかね、25,000ぐらい、まあでも22,000だったらもうまずマンツモで10,000点変わりますしね、はい、ええ、でまあのテンパイとかでもちょっと縮まりますし、うん、親でマンガン積もれば12,000縮まりますから、ね、だからオーラス迎えるまでに11,900点差で迎えるいいんだよね、うん、とマンツモで逆転になるんで、並びが多分ちゃあの席順的に12,000ちょうどでも OK ですかね、あそうかそうか、はい、ちいちゃがじゃあ12,000点差までこうだ残り10,000点を詰めていく感じだよね、そうです ね、うん、さあラッソーや小南さんここでなんとか粘れるか皆さんも粘るしかないからね、この親ね、もうこの点数この親落ちたらはもう役満縛りみたいになっちゃいますからね、これ勝ってる方も結構辛いですからね、こういう点数実際、うんうんうん、意外と見てると楽勝に見えるかもしれないですけど、うん、本当にやってる方は辛いんですよ、こういう点数は特に自分に手入らない時とか、そうねなかなか親も辛いし曲も進まないんで、うん、そうトラは9ピン、9ピンはここに1枚、そしてここペンチピンの形、うん、村上さんはまあ形決めつつ自敗を残してますね、うん、ちょっとやっぱり守備意識もありますか、そうなんだろうね、さあ今何引いたこれ小南さん、うわスーピンか、うん、4トイツチートイツイーシャンテン、はいね、チートイツのイーシャンテンでね5トイツ、うん、テンパイもしなきゃいけないんでちょっと考えますね、うん、ただね連チャンした時チートイツってね怖いんですよね、うん、はい、まずローピンからパーピンが2枚飛んでるんで、うん、まああのウッピの受けでありますそんなにロスにならない、さあ原田さん逆にチートイツ決め打ってきたね、ドラドラチートイツ、はい、お村上さん直前のシャアを重ねました、うん、でドラ絡みのペンチ外していきましたよ、うん、二刺しの三色、ここチートイツイーシャンテン、このさあ9ピン切るか、あ、いやもう違うんだ、村上さんのチートイツなんだ、チートイだ村上さん、まだまだ点数が欲しいさあチートイツ、あここはメンツ手になりそうかな、あ、ウーピンがこうになってちょっと大物手の可能性も残す、お、さあウーワンを引いた、一気通貫ね、一通の形ができました、9ワンは、うん、9ワンまだありますね、3枚、一
つ三枚木二差しの可能性も残した一通貨でね、はい、ただ手には2枚も立ててますが、うん、川には1枚、うん、さメンツテで形にもなったね、いいシャンテン、どっちでもいいシャンテン、ここはまだリャンシャンテンか、うん、テンパいるか、でもこの形だとさすがに2局までにはなんとかなりそうな気はしますね、うんうん、中身社長手が止まってますね、うん、ちょっとあもう順目もはい、うん、順目との兼ね合いでそろそろ手締まいかなという、うん、旬はションパイ、ああまあ一旦リャンピン、ここで一気通過に決め打ちましたね、はい、今ここ2枚、うん、さあ一手進んで難が出た、はい、村上さんもどちらかというと親よりも貝原さん警戒しますかね、うん、三品だったりイワンだったりパーソだったり、まあ、やっぱりね2着にいるのがね、はい、貝原さんだからね、おチートイン決めました、貝原さんはチートイン決めた、ここからは安全牌が足りそうだ、うん、おあ、じゃあ上からごめんなさい、際に見えました、さあ、皆さんテンパイしないね、厳しい、ちょっとリャンピン、うん、手前のリャンピンをスルーしたことでもうかなり薄くなってきてますかね、うん、どうだ、あ、テンパイしない、牌があまり残っていないか、うん、あれ、こっちはテンパイした、あ、リーチか、これはレイジー行きましたね、ハイテ一発も含めてね、はい、これハイテに9ピンいたら倍満、9ピン9ピンいるんじゃないですか、ハイテにいたら倍満、2枚いるんじゃないですか、お、いるか、ハイテに、そんなまさか、あ、テンパった、小宮さんもまさかハイテ一発狙い、これもリーチか、つも、あ、これか、さあどうだ、いない、うん、何もなしでもよくテンパったね、はい、ね、小南さんね、ギリギリでね、はい、なんとかつながりましたね、さあ1500ずつ、さあこれが今連チャン中の、小南さんですね、はい、いや今9ピンいた事件でしたけど、ね、でもいたからね2枚ね、はい、さあ、レンちゃん、これは小南さんですね、うん、まあまあかな、そして原田さん、原田さんはダブナンが統一です、で村上さん、おお、いいパワー引きましたね、で、カエラさん、ドラがいい番、まあ、貝原さんはピン付系の手ですね、うん、小南さん、おドアの E1 重ねました、お、うん、いいね、役はリーチか、リーチだね、はい、もうストレートに手を進めていくしかないね、そうですね、うん、ね、ちょっとちゃんたに持っていくにも厳しいし、いやいや厳しいね、まあ、チュン重なるといいんだけどね、そうじゃなかったら、ね、まあ、でもリーチだね、まあ、あとはほんのちょっとソーズの方に行くぐらいですか、うん、ちょっとスイッチャーが、あ、落ち着きました、さあローワン勝つ、はい、うん、3ピンが重なった、おお、チーピン9ピン外していきましたね、うん、やっぱチュンの重なりを見てるんだね、そうです ね、チュンの重なりもミス、シャアも残したということは、うん、チートイツも考えてる、うん、あ、ここピンフイペイコーのね、いいシャンテンになる、あ、小南さんシャアをかなり大事に持ってますね、持ってますね、何を見てるんでしょうね、これは、ちなみに原田さんはダブナー2枚ともスルーしましたね、お、なんとまだ親がある原田さん、ダブナー2枚スルー、うん、2枚スルーしましたね、やっぱり打点がちょっと見えない、うん、うん、チートイですか、やっぱりそうなると、ね、そういうことになりますね、
チートイツ怖いのはね、あの裏ドラが乗ったら2枚乗る、はい、あ、さあテンパッターがリーチだ、うん、さあこれでカイバーさんリーチフッパーワン、もうこれはもう村上さん絶対打てないこのリーチは、はい、うーん厳しい。さあ高めのパーワンが場にはない、2枚か、2枚生きてますね、生きてるんだ、うん、抜きましたね村上さんね、うん、さあ小南さんドラが注文重ねてますね、ドラがあんこになりました、うん、まあ運送チーソー抜きましたね、でもあ抜いたんだね、2番もチートイツなんだよね、なんとドアの岩行ってチートイツ、すごいね、4トイツかチートイツ決め打ってますね、うん、お、重ねた、テンション点、そしてドソー三蔵、うん、これでウーバン重ねてきたらね、ウーバンもいるもんな、まだな、ここにウーバンが1枚、うん、そうですね、当たり牌のウーバン重ねられるとすごい強いですよ、うん、これ、うん、しゃさあどうだ、うん、うーん村上さんは数層三度、うん、まあでもまあ高めのファームも出てきてないしね、はい、なんか危険牌だらけになってきてますけど大丈夫かな、うん、筋の三度、うん、でもこう筋多いなと怖いんだよね、はい、あここにパワーワンが行きましたね、高めはあと1枚、うん、ああスーワンか、スーワンはもう切るしかない、うん、はい、あ小南さん転敗できるか、そうだね、チートイツだからね、ああ三蔵、スーピンローピンはどうなんだ、スーピンローピン薄いな、ローピンがなくてローピンない、ローピンがなくてスーピンが1枚ぐらいか、うん、さあパーも引けない、どうだテンパりするか、あサブロソばっかり、まだウーワンとウーワンとスーピンはちょっと山にありますが、うん、どうだ、さあこれが最後のツモ、テンパりするか、あー違う、あーうーんこれは小南さん、あー1個ずれてた、あさあ1人転敗でいよいよラス前、はい、でもこれカイバーさん1人転敗も大きいですね、ね、はい、詰めましたよ点数、ですので今現時点での点数差が、ちょうど2万点ぐらいですかね、そうすると万願あるいは1326リーチ棒があるんで1326あたり積もっとくと、うん、うん、あこれどうですか、シャワーの白統一なんかピンズも熱い、ピンズも熱い、まあとりあえずピンズを見たいんでヤマスですか、さあ今2100点差になってますね、2100点差で供託2本の2本馬ということで、うん、1326で1万2000点になるね、下に6を積もっておけば、うん、あ、すごい積極的に仕掛けていきましたよこれ、はい、ローピンポンから入りました、これウッパーピンの受け入れもあるんだけどね、さあ小南さんはもうこの点数なので、うん、そうですね、まあちょっと役満クラス必要になってきますね、うん、うん、ああいう仕掛けを親にされたら村上さんはがないでしょうからね、まあ、自敗は打ちにくいよねやっぱ役敗とかね、うん、まあでも泣かれる分には構わないんで、うん、しばらくは多分無視すると思いますけどね、うん、そんなに自敗全部止めても、うん、カイバーさん楽になっちゃうだけなんで、でもまあ絞ってますから今やっぱり止め出したね、うん、そうチュンダダチュンがやっぱりこれあれを本当は普通ならね楽な手なんだけどね、はい、
ペアがなくなってしまった。どうするんだこれ、チーピン、ローピンポンなんで、うん、チーピンをどうしようかなという感じですが、うん、まあ上に伸びるかもしれませんしね。あともうやっぱ自敗のか、あ今トム打ち出していったね、はい、うん、あの3-1を一品ずつ一気通貫か、ちょっとカイマーさん、うん、そうピンズの残ってる感じが非常に苦しいですね、これホームイクエリの中でポンしているカンローピン、イーシャンテンでもイーシャンテンだからね。さあ、カンド3度引きました。これ単品いった方がいいですよね、はい、単品系いいピンがポン入ってテンパイカンローピン、一旦仮点ただ、ね、トイトイになればオヤマンですからね、はい、おさあウーピン引きましたよ。さあこれでイーシャンテン、イーシャンテンローピンポンセとかこのカンチーピンなんかあかん、はい、さあピンズなるか、あピンズじゃなかったローソー、さあチンドラはローソー、カイバーさんかなりチャンスになりました ね、 カンドラもあるし、ね、パーピンも行く、あ、うん、いいピン振り手、振り手なんだよね、うん、なるほど、中身さんはもう吐く、中身さんちょっと厳しいですかね、吐く、うん、打てないもんね、もうね、なん、シンドア、シンドアじゃない、元ドアか中身さん、泣かせるのもやっぱり、うん、あんまりしたくないと思うんで、タンヤオハイ2種類のドアですからね、そうだよね、万が一があるんで変化しない。さあ、うーん、形的には T1 ですが、T1 ですかね、かな、やっぱり、はい、お、3万、だからもうピンズ1枚も打たないつもりなんじゃないの、じゃあ、うん、なるほど、ピンズでね、ジャントもしくは2メンツじゃあ、あー痛い、もったいないか、うーん、チーバー打ってるとここで6球1リーチか、ね、はい、6球1の高めでドアの、うん、リーチが打ててたんですけども、球1がまあ3枚飛びか、チーピン打ちづらい、おパーピン、パーピンは通ってはないですね、んなんでパーピン、ローピンポンですが、あー、まあ、パーピン今、ね、うん、家のローピンポンですが、うん、まあ、カンパーピンあるんですよね、一応、うん、手順としては、まあ、あとちょっと、違うの、だから今、パーピン残しておくと、チーピン勝負でレアウンピンになってるのか、うん、さあ、どうなる、いや、痛い、これはちょっと痛いね。これは原田さんの一人転敗にありそうか、うん、まあ親にこれだけね2つ仕掛けられてるからね、はい、ピンズや、あ、転敗取れますが、振り点の、ただ残ってる達人チーピンかなり打ちづらいですが、うん、行きましたね、さあこれ転敗料はもらえますね、縮まりますね、積もったりしてん、このシャアは、シャアはさあこれカン、カン、あれ、うん、カンですね、はい、カンドラ、シンドラがチューン、キューピン、さあこれで流局と、うん、さあ1500で3000点また縮まりましたね、はい、うん、村上さん地味に詰められてちょっと苦しいですね、うん、さあドラが嘘で今度は何本場、
三本馬ですね、はい、3本馬で1万7100点差ですかね、うん、多分で強託リーチ棒もあると、うん、あ村上さんまあまとまってるよ手がおイシャンテンですか、うん、原田さんは上の3色7、8、9 1万7100点差か1、2、うん、ここで満貫積もれると貝原さん、満貫積もれると大田3級条件になりますね。ああ、かなり楽になるね、そしたらね。もちろんここであのそのぐらいの手は上がって大田する満貫積も条件っていうのもできるんですけども、うん、でもね、やっぱり満積も限定されるやっぱ残酷の方がいいもんね、はい、今満貫狙えそうなら元狙ってった方がいいですね、うん、さあ村上さんが速そうだ、速そう、かなり速い。お、でも貝原さんもヤンピヤンコにしましたよ。ドラもある満貫が見える見えるね。サハさんも仕掛けていった7、8、9で仕掛けました、はい、順ちゃん3色まである。うん、村上さんはピンフのいいシャンテン、はい、ピンフに受けましたね。ヤンドン先入りで、お、ドラが重なった。ハイハーさんがドラドラ、うん、うわー、選択だ。さあ選択ですね。 C ピンパーピン9ピン2枚飛びを見てピンズのターツを払っていった。さらにもしかしたら3色まで考えてるかもしれないね、うん、はいはいはい、村上総合だからね。あ、でも貝原さんの手が一気に座ってきてますよ、うん、さあカンパピリタ、うん、さあこれで形が決まった。あ、ローピン引っちゃった今。引きましたね。うん、まあこればっかりはちょっとしょうがないですよ ね、 ね、選択したわけだからね、うん、はい、6ピンが薄いとこの一手遅れがね、うん、3色になりそうです狙い通り。さあ、ああ貝原さんリーチ行きました。完数層。さあ思い切った、ドライ表示屋の数層待ち、うん、俺いるかでも数層いるぞ。誰も持ってないか。3枚いるぞ。3枚おっと、なんと。さあ村上さんこれを受けて、うーん、通ってない。はい、数ワンですか、とりあえずの、うん、現物。うわあ、うっぱそうに変わってましたが、ただまあ、ゴーディー出上がりっていうのがちょっと微妙な条件ではあるんで、うん、まあ、もちろん、ゴーディーでも出上がると、オーバース条件はできるんですけど、難しいところですよね、このままリーチして積もって、跳ね間の可能性もあります。そうだよね。さあ、村上さん、リアンワンは行きましたね、まあ、3話のワンチャンスか。跳ね間積もると、もう一気にまくりますからね、村上さんも。さあ原田さんも転敗したリスワン。さあリスワンは現物ですね。現物だね。これはノーキャラで出る牌だ。スーソーはこちらに流れた。うん、9走割って切れる。スーソー残り2枚。ああ、これ E1 が止まった。今は止まった。イワンはまだションパイなのか。パーピン、うーん、ローピンギリーチのパーピン1枚切れ、うん、1枚切れいきます。リーチをUピンも取ってるんでね、はい、シャンポンがちょっと出ますけど、うん、一応1枚切れですからね。あ、村上さん転敗。さあパーソー切れるか。パーソー切るとウッパーワン。うん、ここはやめました。やっぱ行ききれないよね。うん、まあ、直撃が本当に一番、やっぱり相手を楽にさせちゃう。うん、まね、あ、するそう。さあ、リーチ、タンヤをドラドラ。ドラドラ、マンガン。うん、これで点差は、リーチ棒も入って、これで8000は8900とリーチ棒が2本ぐらいあってね、1万900点縮まったんで6200点差ですかね。
おそらく6200点差と、そうですね、今2万点貸しの状態なので思われます。6200点差となると2戦では200点届かない。1326です ね、うん、そうですね、今からラス前ですね。はい、えいや、オーラスです、オーラスです、オーラスです。だからこの1局で決着つきますね。なんかあれ違うな、点数がだいぶ違うぞ、なんだこれ。あ、そうか、いや、2万点が合ってますよ、2万点に村上さんから、はい、うん、6200点差か、はい、はい、まあほぼこの1局で決着しますね。うん、なんで、まあ、海原さんの現実的な条件は1326と、はい、1326もしくは満貫を作ってどこからでも上がれるということですね、はい、で村上さんはとか上がれば上がりやめできるんでね、はい、はい、まあ、どの位置声が最終局、最終局になりますね、はい、確かに5万点で2位ってすごい試合だね、うん、確認をしてますね。さあこれ2人が5万点持っているとなると、残った小南さん、原田さんはちょっと役満つも条件もなさそうですか。ダブル役満、ダブル役満ですね、うん、ですのでもうこの一局勝負なんで一騎打ちですね、うん、村上さん対、はい、貝原さんのね。さあドラはローピン、だから村上さんね、ノーテンバップじゃ変わらないんだけど、うん、かといって折れてれただってね、上がられたら終わりなんでね、はい、自ら上がって決着つけるか、うん、さあ手はいいぞ、統一が多い、うん、統一チートイツのリアンシャンテンで、こちらはさあ貝原さんドラが1枚ある、流派だ、流派が、うん、初はあんこにできれば条件は軽くなりますが、うん、ですね、それができない場合が難しい、うん、原田さん言わずは、うん、村上さん、チートイツのイーシャンテンですね、これ。イーシャンテンか。はい。早い。さあ、もう、チートイツに決め打ちましたね。さあ、スッと転敗できれば、ほぼ勝ちですが。いやー、カラさん、苦しいね。この手材料だとね。本当に、流派が暗黒にできるかだね。ちょっともう確定条件は厳しいかもしれない手牌なんで、うん、最悪もう裏一条件でもやむなしっていうところはありますね、この手だと。あと、まあ配定が回ってくるんだよね、はい、このままいけばね、そこを狙うっていうリーチもあるよね、配定、はい、狙いでね、だとりあえず面前の手作りを、うん、そうですね、仕掛けてはちょっとこれでは厳しい、そうですね、まあ、チュン重なって初チュンポンテンパネっていうのもたださ、馬的になんか自敗出てきそうにないよね、そうなんですよ、はい、2人が、うん、あのこの状態なんで、ね、小南さんと原田さんからね、あ、チュンが出た、うん、そういうのもあって村上さんもチートイの牌選びづらいですね、うん、そうですね、うん、まあ、あの単純に端牌残してもあんまり出上がりで期待できないんで、あとやっぱ異様な捨て牌になると山が、ね、呼びにくいんでね、こういう車は本来ならチートやると、ね、残したいとこだけど、でも分かんないんだよ、うん、この車、おさあ急所を引きました、引いた、さあこれ確定条件のことを考えると、おイペコの方残しましたね、これでもし、うん、イペコがつくと、うん、クリアする、はい、確定条件になる可能性もあります、もちろん3ピン引いたらもうリーチするような形でしょうけど、あ、テンパった、さあ村上さんシャー短期、シャーどうかな、シャアはどこにいる、あれ、ここにはない、ここにもない、さあ3ピンが4枚なくな、あれ、シャア山さん、山、まさかのこれは決まったか、シャア山さん、じゃあこのままシャアで押した、急走に変えましたね、したね、うん、やっぱりちょっと異常なバーなんで、だから国士狙ってると思うとね、シャアは持たれてるなと読むからね、はい、それこそダブルとか狙う方でしたらね、うん、風範囲とか大事ですから、ただ急走も2枚山です、パーワン、さあ順目が、貝原さんこれ三ピンがしかもないんですよね、あ、ないんだ、はい、ちょっと形が変わらないと苦しい、あ、ここに三ピンね、あんこなんだよな、縦に引くか、チーソー、あー、これでウーワンと入れ替えか、三ピンがゼロか、
流派はどうですか。まだ流派はあるのかな。流派もありますね。ありますよね、はい、いやマンズでくっつけてほしいですね。うん、山あたり引いてのシャンポン変化っていうのがお腹見さんの急速短期、はい、お形が変わらない、うん、順目もあと少ないですね。さあもうね今14順目だからね、はい、お腹見さん逃げ切れるか急速かアシャーか。ただカラさん配定がありますからね、はい、もうあでもそうか3品がないからだ。3品がないんだ。テンパっても、もし形が変わらないと、でまず流派あんこにするとか。ああ厳しい。あこれはもう、もうちょ無理か。残り、うん、残り2回だもんね、はい、つもね。ああ厳しいな、うん、もう村上さんがあいよいよちょっと残りに、はい、慎重になってますね、うんうん、あ無理ですね。優勝村上さんですね、はい、ありましたか。いやでもねちゃんとね条件の形持ってってるんだけどね、はい、あと1枚がさあ上がって決めることはなかったですね。急走は結構出て、まあ、一番安全な範囲は満杯だったんだね、はい、うん、ここで転敗はい、はい、流局いたしました。あーなんか村上さんはやりきった、うん、なんかやりきった、はい、もうほっとって感じですよね。はい、はい、2016年度ね大阪最強位は、初代麻雀最強位のね村上康生さんの優勝となりました、おめでとうございます。この後あの表彰式を行います、準備が整うまでしばらくこちらをご覧になってお待ちください。小原さんいらっしゃいました。麻雀最強戦2016大阪最強位決定戦、すべての対局が終了いたしました。大阪最強位、初代の大阪最強位になられた方はなんと、初代のアマチュア最強位であります村上康生さんです。村上さんどうぞこちらに拍手よろしくお願いいたします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます、まず決勝戦打ち終わったとの感想から。そうですね、まあ、ラス前とか、うんうん、まあ、うまくいけば、まあ、うまく上がってたのがまあ続いたんで、本当最後シャーちょっとあのしくった時はかなりチートイツちょっと寒かったんですけども、まあなんとか逃げ切れてホッとしました。しかし数ワンコですかね、現物のリーチを受けてね、小南さんのリーチを受けてかなね、現物の嘘を統一落としてる選択もあったと思うんですけど。いやもう今日1回戦目の配信宅、なんか積もり数ワンコがの天敗2回あったという、はい、岡田さんの、はい、そういうのも情報に入れてましたんで。情報に入れてた、怨念でひょっとしたら、あ怨念積もり数ワンコいけるかなというのもちょっとデータとして入れてましたので。それはデジタルではないですね。 ID マージャンの ID マージャン、あ、はい、分かりましたね。ただ、その後もね、イスピン、ね、おかげリッチ打って、イーピン一発で出上がってのインパチ、まあ、裏もろのりでしたから、ね、もう楽勝かなと思ったんじゃないですか。いや、やっぱり、アウトリーチさんの、うん、結構こう足音がかなり聞こえながら打ってましたので。貝原さん、そうですね、うん、あの下茶の、彼の結構、うん、しっかり、粘る、うん、まあ、メンバーさんでしょうから、うん、当然なんでしょうけど、じわじわ来るこの足音結構聞こえてました。かなり感じてました、ええ、そしてね、流局した後も喜びの顔よりなんかこう重荷が取れたようなそんな感じでしたもんね。そうですね、やっぱり、うん、ウォラスは、まあ、流局でももちろん優勝なんですけども、うん、まあ、チート転敗して、うんうん、まあ、最初に受けてたシャアを切ってまで、うんうんうん、それが被ってしまったと、うんうん、あれは非常に、うん、嫌な、過去経験上、うんうん、もうチート言いはしくると本当にもう命取りのはもうこれまで多々ありましたんで、だから、ああ、上がり逃しした時にいつ貝原さんがリーチの声が聞くか。そうですね、もうその時にじゃあ降りるか、貝原さんのまあ現物2枚ありましたんで、うん、あれをどうしていくか、うんうん、その辺ばかりちょっと頭いってましたですね、うん、とはいえやはり強いね、麻雀ね、が見られました村上さんの。さあ、2度目のアマチュア最強に向けてまずね、
勝ち抜かなきゃいけないですけど、一応意気込みを。そうですね、あの前回はあの8名での、うん、あの2着勝ち上がりいうルールだったんですが、うん、まあ、今回の、アマチュア最強戦ファイナルは、うん、まあ、ベスト16からの、はい、まあ、今回と同じトップトップですんで、まあ、とにかくもうトップしか見ない麻雀を、はい、あの目指したいと思います、はい。さあ、それでは見事大阪最強になられました、村上さんにはですね、本日解説を務めていただきました高橋祐樹プロから、チケットですね、アマチュア最強決定戦行きの、はい、贈呈です。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。拍手よろしくお願いいたします。ではすいません、マイク渡しますけど、高橋プロから一つ感想を、はい、いや決勝戦もすごいハラハラする。もう初めはもう村上さんの圧倒的リードで終わるかなと思いきや、もう終盤どんどん追い上げ、貝原さんの追い上げもあってハラハラしながらも、いや最後まできっちりと丁寧な押し引きがしっかりした麻雀を見せていただいて、すごく勉強になりました。はい、ぜひ決定戦も頑張ってください。ありがとうございます。やっぱりこの決勝戦盛り上がったのは、まあ、村上さんのパワーもさることながら、貝原さん、小南さん、原田さんの麻雀がまた素晴らしかったんですよ。本当にいい決勝、結果的には点数の差はつきましたけど、それは村上さんのパワーがすごすぎただけで、麻雀の内容は非常に、やっぱりレベルの高い、さすがあの最大激戦区大阪最強決定戦だなと思いました。それでは最後にですね、第11代天鵬位になられました2度目の天鵬位です。今日も解説を務めていきました朝ピンさんの方から感想をよろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。村上さん、おめでとうございました。ありがとうございます。やっぱり一番衝撃的だったのはスワンコ、まあ、積もれなかったですけど、出上がりの、1万2000、あの時の手順が、まあ、あのほぼ迷いなく、あの嘘もウーアンも1枚ずつ飛んでいるにもかかわらず、まあ、あの最高めをもう迷いなく追求して、まあ、あのそれがいいか悪いかは置いといて、結果としてあの1万2000になって、その1万2000上がった後も守らずにチートイドアドラ狙っていったりとか、はい、やっぱりその攻めの姿勢が、うん、最終的にあのリードを守りきれたことにつながったのかなと思います。はい、それでは、ですね、そっちからどうぞ。はい、ではいらないならいらないって言ってるって結構なんですけど、朝ピン天鵬位からですね、最近出た著書、天才雀士3人に麻雀のことを聞いたらバカ勝ちできたですね、通称天才バカボン、これを3入りで、はい、じゃあおめでとうございます。タグ書房から絶賛発売中です。皆さんお買い求めください。さあ、劇的な決勝戦、大阪最強決定戦、無事幕を下ろしました。いよいよ残すはですね、中部が2つですね、そして、関東が2つと、残す最強位は、あと4人、あともう1つが枠ありましたね、5人ですね、あと5つ残っております。さあ、果たしてどんな、アマチュア最強決定戦になるんでしょうか。10月30日に、この本戦が始まります。皆さんぜひお楽しみにしてください。それでは長い間ご視聴ありがとうございました。本日はこの辺で失礼いたします。皆さんまた、来週お会いしましょう。それではさようなら。